上がる小さきテントウムシ銀が映すサランスクリーンファンファレなラソーをずっと輝いた光へ七つ星背負うテントウムシセラリ指さす星がこれからのこの今羽ばたけ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 ありがとうございます。こんにちは、パステルクロックと申します。こんにちは。本日はこちらのステージで、仮の宮崎イルミネーションライブ2019と題しまして、今日は僕たちパステルクロックが3時からと、そして5時から2ステージこちらのステージで歌を届けてまいりますので、ぜひね、仮の宮崎での、お買い物を楽しまれてですね、そして僕たちのステージも一緒に楽しんでいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして早速なんですけれども、ここからパステルクロック恒例の、コーナーに参りたいと思います。恒例のコーナー、靴ひもを結びたいよという恒例の時間にみんなのやつをやるのですよ。君もなんで僕にバイク戻すんですか。何この状況。パステルクロック恒例の靴ひも結びコーナーと、ありがとうございます。ありがとうございます。全然恒例じゃない。ここから僕たちパステルクロックの歌を届けてまいりたいと思っておりますけれども、僕たちパステルクロック初めてご覧になった方たくさんいらっしゃると思います。そんな方はですね、そこを額二手、置いてありますけれども、そちらに僕たちの紹介が書いたチラシが、置いてあります。ぜひね、そちら1枚手に取ってご覧ください。演奏中でも構いませんのでね、ぜひ1枚手に取ってステージご覧いただくと、よりステージ楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってますので、よろしくお願いします。今日はとっても寒い日となってますので、一緒にね、僕たちと体を動かして、温まりながら、楽しんでいただけたらなと思ってます。今メンバーのキー君が額二手を設置しておりますので、あそこにあります。ありがとうございます。あそことあっちか、あっちにもありますので、ぜひ2箇所置かせていただきました。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、早速続いての曲に参りたいと思います。続いての曲は皆さんに聴きなじみのあるようなカバー曲を、1曲お届けしたいと思います。このカバー曲なんですけれども、3人のアカペラでお届けしようと思ってます。このマイクは使えますけれども、他の楽器や音などは一切使わずですね、シンプルに3人の声だけでお届けしたいと思います。そして、続けて、お届けする曲なんですけれども、今日はイルミネーションライブということでね、後ろにはもうイルミネーションが点灯してます。点灯しておりますけれども、そんなイルミネーションにぴったりな、クリスマス曲をぐっと、詰め込んだクリスマスメドレーを、続けてお届けしたいと思います。君と好きな人が「でも伸ばす君5月のことどうかしてほしい」「水際まで来てほしい」「つぼみを」「あげよう」「庭の花水着」「薄紅色の可愛い君のね」「果てない夢がちゃんと終わりますように」「君と好き」人が100年続きますように薄紅色のいつか実を結び果てない波がちゃんと止まりますように、君と好きな人が100年続きますように、君と好きな人が100年続きますように。ありがとうございます。Sleeping heavenly peace, sleeping heavenly。Santa Claus is coming to town. ねえ聞こえてくるでしょうね、シューズの手がすぐそこに。 Santa Claus is coming to town. 待ちきれないでおやすみした子にきっと素晴らしいプレゼント持って、さああなたIt's coming to town. 真っ赤な花のトナカイさんはいつもみんなの笑いもの、でもその年のクリスマスの日、サンタのおじさんははピカピカのお前の花が役に立つさ、いつも泣いてたトナカイさんは今宵こそはと喜びました。Oh, りがとうございます。3人の声のアカペラで花水木、そして、クリスマスメドレー2曲続けてお届けいたしました。仮の宮崎にお越しの皆さん、改めましてこんにちは。僕たちパステルクロックと申します。よろしくお願いします。こんにちは。こちらのステージで僕たちパステルクロック3時からと5時から2ステージ歌を届けてまいりますので、ぜひね、今日も楽しまれて帰ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ぜひぜひ、皆さんね、立ち止まって聴いていただきありがとうございます。ありがとうございます。入り口の通路だけね、開けていただいてですね。譲り合いの精神で楽しんでいただければとても嬉しいです。よろしくお願いします。僕たちパステルクロックという、グループで活動しておりまして、ここ宮崎を拠点に、九州を中心に活動しておりますアカペラ&エンターテインメントグループです。この宮崎で活動してもう8年になります。今9周年目の月になって、年になっておりまして、はい、この8年間で出会ったですね、この宮崎で出会った歌詞とメロディーを使ってですね、オリジナル曲を作って、たくさんの皆さんに届けようと、こういったステージで歌わさせていただいております。はじめましての方もですね、ぜひ、今回はじめましての方、パステルクロックという名前で活動しておりますので、今日は名前を覚えて帰っていただいてですね、また2度目まして3度目まして、どんどんね、縁が深くなっていけばなと思ってますので、ぜひまた僕たちのライブイベントに遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。続いては、僕たちパステルクロックの、オリジナル曲をお届けしたいと思います。さっきもちょっと言いましたけど、クリスマスメドレーをお届けしましたけれども、こんなイルミネーションにね、ぴったりな冬をテーマにした僕たちのオリジナル曲を歌いたいと思います。聴いてください。ショーウィンドウ。ショーウィンドウが呼びかける、見かけば増える約束の時間、コーヒーの温かさの頃、初めての冬、君の姿に心奪われたあの日よりずっと近いこの距離で、白い吐息の花束を贈ろう。透き通る君の心にそっと飾りたい、気持ち詰め込んでそばで眺める、僕の心がずっと吹き上がる、あなたにも包み込んで街の冬のストーリー。ありがとうございます。僕たちパステルクロックのオリジナル曲「冬」をテーマにした「ショーウィンドウ」という、曲聴いていただきました。こんな形でですね、僕たちパステルクロック、この宮崎で出会った歌詞とメロディーを使ってですね、オリジナル曲を、皆さんに届けております。このね、やっぱこう音楽をやってるね、アーティストの皆さんそうだと思うんですけれども、やっぱ生まれ育った、場所っていうのはですね、音楽にとても影響してきまして、歌詞の中にもですね、そういった風景がギュッと、詰め込まれていると常々僕の中でもね、いろんなアーティストを聴きながら思うわけですけれども、僕たちはこの大好きな宮崎を、歌にしておりますので、ぜひぜひ、この宮崎に住んでいる皆さん、宮崎に来られている皆さんに聴いていただきたい曲たちなので、今回パステルクロック、名前を覚えて書いていただきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてがパステルクロック、最後の曲となるんですけれども、また5時から、こちらでステージを行いますので、はい、ぜひ集まっていただいたらとっても嬉しいです。ね、間の時間、仮の宮崎でお買い物を楽しまれて、はい、でまた5時に集まってきていただけると、うん、とても嬉しいです。ここの人数が、ね、増えれば増えるほど、ここの、宮崎の気温を上げることはできないかもしれないですけど、ここの周りの、ね、気温だけはね、ちょっぴり暖かくはできると思うので、本当ぜひそうそう、皆さん集まって、一緒に温まって、今日は楽しんでいただけたらと思います。おしくらまんじゅう的なそうですね。文字はもうちょっと寒くなりそうだから、ね、さらに日が落ちて、このイルミネーションもとっても綺麗に輝き出す時間帯になってくると思いますので、そちらも楽しみながら、よくとくと楽しんでいただければ嬉しいなと思います。最後の曲はですね、今年4月に、僕たち、アルバムをリリースしたんですけれども、はい、そのアルバムの中から、1曲歌って終わりたいと思います。初めましての方もね、ぜひ今回ね、立ち止まって寒い中、聴いていただきありがとうございます。SNS、僕たちの SNS をチェックして来られた方もいらっしゃると思います。そんな全ての皆さんに、感謝の気持ちを込めて最後1曲お届けしたいと思います。聴いてください。マイライフ。You are what you say. My life is wonderful. You are what you eat. You are what you say. 今日も疲れた体引きずり歩く埃まみれの炊飯器、乾いたままのシンク、左手に握るのはコンビニのレジ袋、気づけばもうずっと手料理食べてないや。 My life is beautiful。 僕が口にしたもの、それが体を作る。 My life is beautiful。大事なことを忘れてしまっていたんだ。なんだろう、何が起こるかわからない、だからこその人生、My life 味わおう、そんな旅にクロックでした。また5時からステージを行いますので、よかったら遊びに来てください。ありがとうございました。